今ね、ここにいる女が出産目前なんで、うちの中をきれいにしました。ね、全部、入れ物を漂白剤と洗剤で洗って、敷物を厚めに敷いてね、それでティッシュをたっぷりとこう、まあ、クッション材となるティッシュをいっぱい入れて、この女を入れてあげます。お姉さん、どうだ？もうすごいね、お腹この。お姉さん、子供何人ぐらい入ってんの、この中。もう生まれんでしょ、あんた。ね、生まれるね、このお腹じゃね。綺麗にしたよ、家。どうだい？これで赤ちゃんも気持ちよくここのとこで、育児ができるでしょ。お姉さんどうだ？ね。やはりね、出産して育てる間ってしばらく掃除ができないから、直前ぐらいにね、こうやって中をきれいにするといいです。ただ直前って言ってもね、本当の直前だと落ち着かないから、まあベストなのは生まれる1日2日前。これがベストな。お掃除タイミングです。じゃあいいか、赤ちゃん産んでね。そして、お姉さんが赤ちゃんを産んだようです。ちょっと見てみましょうか。ちょっと見えませんね、暗くてね。はい、ちょっとだけ見してね。はい、どうですか？赤ちゃんいましたよ。綺麗にしたんですけどね、うまーく作りましたね。赤ちゃんいました。中は臭くありません。やっぱり下準備大切でしたね。ね、お姉さん。